皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、ハードオフでまたMSX のパソコンを買ったんですけれども、こちらですね、はい。一見ちょっとねオーディオっぽく見えるかなと思うんですけど、こちらがですね、ナショナルブランド、先日紹介しましたパナソニックの MSX-FS-A1 がですね、パナソニックブランドなんですけど、そこからちょっとこれ、遡って1984年に発売された CF3000 という MSX の機種なのですけれども、MSX っていうとキーボードが一体化されている、こっちにありますけど、先日紹介した FSA なんですけれども、このようにですね、キーボードと一体化されている形っていうのがね、MSX の主流かなと思うんですけれども、こういったですね、一般のパソコンみたいに、キーボードと本体がこうね離れてこうセパレートになっているものも、いくつか発売されています。で、キーボードはこちらなんですけれども、ちょっとね、ひび焼けてる感じですけれども、この結構キーボードがねこれ本体と同じぐらい結構重いんですよこれね、こういうですね、セパレートのやつもあったということで、とりあえず今回もですね、軽く動作確認をするためにちょっとね、プログラムを打ち込んでいこうかなと思うんですけれども、こちらの本体ですね、パッと見てここにちょっと黒くて分かりづらいかなと思うんですけど、ここにですね、MSX にはよくあるこのカートリッジを挿すスロットが2つあって、で、ここにちょっとね意味ありげなスペースがあると思うんですけども、これが1984年に発売された FS3000 の翌年に、その上位機種である FS3300 というのが発売されるんですけれども、それはここにですね、3.5 インチのフロッピーディスクのドライブが追加された感じになるわけですね。で、横を見るとこちらにですね、ここに、ジョイスティックのポートが2つあって、でその横にこう丸いのがあるんですけれども、これはですね、当時まだフロッピーディスクがこう主流になる前は、カセットテープにね、プログラムを記録してたことがあるので、そのカセットデッキにつなぐためのケーブル用の端子がここにあるということですね。何やとまあちょっと電源入れてね、電源入るかどうかまず確認したいんですけれども、でキーボードのこれ、ケーブルなんですけれども、端子がですね、丸くなくてこんな真っ赤くのでっかい端子なんですよね。でこうキーボードを本体に差し込むときに、その横からこう爪がガチッとはまるようになってるんですね、これね。じゃあとりあえずですね、ペンに入れてみたいと思います。このですね、本体の前に、電源ボタンがあるので、これをポチッと、こういった感じですね、立ち上がるんですけど、ちょっとですね、画面がゆらゆらゆらと、ちょっと揺れてるんで、この上の方が。で、ちょっとテストで電源入れた時にこれはどうにかならないのかということで調べてみたら、一回電源を切って、でもう一回入れると、このイライラっていうのがねちょっと収まりましたね。というわけで電源はこういうふうに入るんですけれども、とりあえずですね、このベーシックにまたちょっとプログラムを打ち込んで、動作確認してみたいと思います。で今回打ち込むプログラムが、マイコンベーシック、1992年の6月号に掲載されていた、MSX のカタツムリというゲームのプログラムを打ち込んでみたいと思います。行数が結構少ないのでね、割と早く打ち込めるかなと思うんですけれども、
というわけで、打ち込み終わったところなんですけれども、まあ、このゲームの、なんていうか遊び方っていうのはですね、まずカーソルキーで、カタツムリを左右に動かし落ちてくる実を避けながら右端まで行ってください。そうすればクリアですと。でクリアした時の HP がスコアに加算されます。右にぶつかると少し左に戻され、HP が1減ります。 HP が0になるとゲームオーバーでスペースキーでリプレイできます。クリアするごとに実が増えていきますということで、まあこれ見てるだけでちょっと分かんないんでね、実際にちょっとね、プログラム動かしてみましょうということで、ラン、ちょっとプログラムが誤ってたようですね。リスト90と、これ大丈夫でしょう。もう一回ラン、はい、ちょっとね、単純な電子音も聞こえると思うんですけども、この緑色のやつが、リンゴなのか何なのか分かんないですけど、実が落ちてきて、ここにね、カタツムリのキャラクターがいますけれども、これを十字キーの左右でこう動かして、実を避けて、この画面の右端までコントロールするっていうのがゲームみたいですけど、ちょっとやってみましょう。レベル2、まだこの辺は身が少ないですね。おっと、こう当たるとちょっと左に戻される感じですね。はっと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 ほほほ、この辺のテルト結構みんな多いですね。というわけで、ゲームオーバーですね。はい、というわけで、まあこうプログラムね、間違いなく食えばね、ちゃんとこうプログラムが動くわけですけれども、まあ今回はですね、別にこのプログラムを組んで動作確認するっていうのは実はメインじゃなくて、今回はですね、まあ動画のタイトルにもあるようですね、まあ、こちら、はい、タブレット、まあ、Android のタブレットなんですけれども、こちらのタブレットに、この今組んだプログラムをですね、記録するという、まあ、よく分かんないような、この方法になるわけですけれども、まあ、先ほどちょっと言ったようにですね、1980年代の初期はまだフロッピーディスクが、一般的ではなかったので、プログラム保存方法といえば、カセットテープに、保存するということで、まあ、それに使うのはデータレコーダー、まあ、カセットデッキみたいな、ものを使って、プログラムを
文字をですね、音声に変換してそれをカセットテープに保存することで、まあフロッピーみたいに、使ってたわけですけれども、あのレトロパソコンをまあこう手に入れにあたってやっぱりそういうね、保存方法も、当時に習って、こうカセットテープにね、やってみたいっていうのは あったんですけれども、まあいろいろとこう検索をしている中で、スマホに、そのプログラムを保存できるものがあるというようなことを見つけまして、で基本的に、パソコンとカセットデッキ、まあ、データレコーダーをつなげるケーブルっていうのは、パソコン側がですね、ダインという、まあ、8ピンのこう端子の、あれなんですけれども、それでデッキ側、カセットデッキ側にはこう3本に分かれてまして、白と赤と黒、まあ、この3本に分かれてるんですけれども、本来はそれがですね、こういった、まあ、スマホとかタブレットにこの入ってるここにあのヘッドセットの穴がありますよね、まあ、イヤホンジャックといいますか、そのジャックに差し込むいわゆるステレオミニプラグの端子になってるケーブルがあるということで、はい、こちらなんですけれども、こちらがですね、こちら丸ちょっと大きい方の端子がダインの8ピンの端子となっていて、こちらがですね、ステレオミニプラグ。ただこのいわゆるあの見たことある方は分かると思うんですけど、あのヘッドセットですね、のこの差し込み口はあの4極になってるんですね。ステレオミニプラグはあの3極なんですけど、こちらはあの4極になってる端子ですね。これをまあ使ってですね、このタブレットにプログラムを保存してみようということで、とりあえず一旦プログラムを止めましょうか。はい、止めまして、でプログラムはですね、このリストって入れてエンターを押すとこうバーッと出るんですけれども、まずはこのプログラムをですね、このタブレットに保存するために、まあ、このタブレット側に、まあ適当にっていうか、まあ、ボイスレコーダーを録音するためのアプリをまあ一応入れておいて、まあ、録音するためにですね、このジャックにケーブルのステレオミニプラグを挿して、でこちら、ダインの端子をパソコン側に挿します。でですね、一応このケーブル自体はですね、日本製の、まあ、製品を使っているので、それなりに信頼性が高いものだということなんですけれども、このくるくるまとめてね、使っちゃうと、結構なんかこう干渉してあまり良くないらしいんで、極力伸ばした状態にしておくということで、でまあカセットにセーブをするコマンドが C セーブというもので、これをダブルコーテーションでファイル名をつけます。まあ、適当に、まあ、プログラム名がカタツムリなので、カタとしておきましょうか。とりあえず型で、保存するんですけれども、まあ、そのまずここでリターンを押す前に、こちらのタブレットの方のボイスレコーダーの、録音をスタートさせます。まずは録音をスタート、でこちらのリターンを押します。するとですね、こちらタブレットの画面の方にですね、こうなんか波形が出てきますけれども、はい。で今この波形が消えて、プログラムがほとんどできたということになるわけですけれども、まあ、とりあえずですね、今録音したものを保存して、で、まあ、適当に名前をつけておきましょうか。これまたつなげる。とりあえずカタツムリという名前をつけておきました。で、まあ、今録音したやつが、まあ、どんな音かっていうと、まあ、ちょっとね、不協和音が流れますけれども、ちょっと音量注意でお願いします。
というわけで、このさっきのね、このプログラムのですね、音声データに変換されて、こうやって、まあ、データが保存できたということで、まあ、要するに今の状態は、このプログラムを、まあ、カセットテープに、まあ、録音したと、まあ、同じような状況かなとは思うんですけれども、じゃあですね、このプログラムがちゃんと保存できたかというところを、まあ、確認するために、今このパソコンに入ってる、メモリ上に入ってるプログラム、これをね、ちょっとね、消してみたいと思います。まあ、消すには、ベーシックではこの、見るというコマンドを入れますと、今までこう、バーっと、まあ、90まであった、プログラムがリストとしても、はい、ちょっと、OK と出るだけで、もう完全にね、プログラムが消えた状態になります。はい、じゃあ、このプログラムを呼び出すために、今度は、ボイスレコーダーから、さっきの音を再生して、パソコンに読み込ませるということで、今度は、逆にカセットテープからロードするためのコマンド、はい、C ロードでさっきのカタと入れて、今度はこっちのパソコン側をリターンを押して、でこっちの方を再生します。するというと、プログラムが見つかった時に画面上に、はい、こちらファウンドカタと出ましたね。で今プログラムを、読み込んでる最中で、はい、今終わりました。で OK と出ましたね。で先ほど、完全にメモリをクリアしたんですけれども、これでリストと入れますと、はい、このように先ほど保存したプログラムが呼び出されたということで、これでね、セーブができたということになりますね。はい、じゃあ正しく保存されたかもう一回、実行してみましょう。はい、うん、このようにですね、プログラムを読み込むことができました。はい、というわけでこちらですね、この今回本当にメインに紹介したいのはこっちのケーブルの方なんですけれども、まあ、このように、保存機器のないパソコンでもこのカセットの、まあ、インターフェースがあればこのようにですね、タブレットに保存ができるということで、まあ、アナログ的なデジタルなんですけれども、ちょっとした MSX の、まあね、活用法という感じで今回ご紹介しました。でまあ、今回ですね、この今回買ったこの CF3000 で、ちょっとテストしたんですけれども、まあ、前回ご紹介したこちらの FSA1 の方でも、一応ですね、プログラム組んで、保存をしてみるテストはしてみました。で一応ですね、間違いなくタブレットにこう保存ができたというんですけれども、ちょっとね、逆にそのタブレットがこっちに読み込むっていう時に、なんかちょっとね、反応をしないということがあったんですけれども、まあ、機種によってはですね、録音のレベルが低くて、このパソコン側が認識できないということがあるらしいんですね。なので、そういう場合はこちらの録音した方のデータの音量を上げてやって、それで読み込むということができたんで、まあ、一応まあ、MSX 対応ということでこのケーブルは言われてるんですけれども、まあね、多分、CMT 端子を持ってるパソコンであれば、まだ使えるんじゃないかなという気がします。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。